のカリちゃんとマラスカルデビューとマラガルダの前だけです。せーの、ジョーダンでーす。ということで、ね、今回正月山企画ということで、はいはい、いきなり活動者に電話かけてお年玉あげるって言ったらその人は実際に来るのかい。前回はヘズマリュウさんとか、はい、あ、デキ君、ソラネコ君、はい、キリストルテさん、あの来てくれたね。1人5万円渡したんで、はい、今回5パターン、1000円、5000円、1万円、3万円罰ゲーム、プラス交通費。あー、ではそしたら結局でかい。まあ、その感じで、はいはい、やっていきたいと思います。はい、前田さんお願いします。それでは、開けまして、お待ちまーす。この期間に面白い動画たくさんあげるんで、みんなチャンネル登録よろしく。そしてどうして、2月4日に幕張メッセでライブがあります。今ですね、そちらの日時受付が始まっていますので、ぜひ応募して遊びに来てください。よろしく。じゃあ早速一人一人ね、はい、お父さんに電話していくと。じゃあまず僕からいいですか。はい、今日誕生日のサンブさんっていう歌い手さんにかけるわ、要はこれ来ていただけたら実はタンプレにもなるということで、はい、ちょうどいいなと思って、はい、じゃあ電話かけますね。あんま喋ったことないよ。お疲れー。もしもし。お疲れー。やっぱサンブには、ね、誕生日ちゃんと声でおめでとうって言いたくてさ、でタンプレもちょっとあげたいなとか思ってたんだけど。マジで？そう、あのさ、お年玉欲しくない？サンブには。お年玉？やっぱ結局さ、物よりお金の方が嬉しいやん。俺にちょっと、今から会えない？チョコラビの事務所にお年玉もらいに来ないかなと思って。本日、予定がありましてですね。はい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 。誕生日なんで、ちょっと配信しようかなと。あぁ、準備が。あ、そうなんですね。ちなみに去年来た人は5万円タダでもらって帰ったのに。わ、 5万円か。じゃあまた連絡しますわ。おめでとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。残念。なんかいけそうな雰囲気だね。じゃあ次前田から。はいはい。誰にかけんの？今年で仲良くなって始めて、ビオラチャンネルに。おお、まあ、今日もしかしたら電話出てくれるかもしれないんで、じゃあ行きます。はい、はい、ほら、あ、ワンコール。もしもし。もしもし。もしもし。あ、明けおめ、今年俺と初めて喋ってくれて、もう仲良くしてくれたじゃん。嬉しくて。だから2023年も、やっぱりリオラ君と仲良くしたいなと思ってて。あ、俺はめっちゃ仲良くしたい。やっぱその、仲良くするために必要なものってやっぱ、あると思ってんの。一番大事なもの。金。僕はリオラチャンネルに、今年玉あげたい。でも、条件がある。お金くれるけど条件があるね。条件あります。今から俺が LINE で送る住所に僕に会いに来てくれたら、なんとお年玉あげます。本当にマジ？マジです。絶対あげます。じゃあ行きます。おー、やばー。じゃあまた後でお会いしましょう。おー、すごい。おー、やばい。振ってる。いたんだね、お前ね、そういう人。確かに、うん、なんかネットだけの関係かと。じゃあ次サッカー、あ、呼べか。僕行きます。じゃあ射程2号。はい、2機。おー、2機ね。あげます。来るんじゃないこれ。来んの？結構ね、急にご飯誘ったりしても来てくれるタイプだから。ああ、疲れるか。もしもーし。やばい。アンケのマイクに問題が発生したため通話が終了しました。え？ガラケー？もしもーし。ああ、さあ今から送る住所に来てくれたりします？あ、全然行きます。うわあ！まだ内容言ってないで来るんだよ。ゆべさんの頼みとあっちゃんも何するんすか？それは言えないよ。いやいや、じゃあ住所送りまーす。はーい、じゃあ LINE でお願いします。はい、ありがとう。誰よ。いや、それまだ向かわせない方がいいな。ナムさん。ナムさん。さっき忙しいっつってたから。そうね。お前呼べたらすごい。いや、出てほしいね。出たら忙しいから。忙しいから。もしもし。はい。ナムヤさん。はじめまして。あ、じゃあ失礼。こんにちは。今何してらっしゃいました？寝てました。なんで？はい。やったー。確かに今は別に振り込みかもしれない。そうだね。今来れないかと。今きついね。あー、そうだよそりゃ。まあ忙しいからね。じゃあ今度振り込みます。じゃあ次ソラネコくんに。はい、ソラネコくん行くのね。ソラネコくん去年来て5万もらってるんで。そうだよ、多分今年も5万もらえる。ちゃんともらえるっていうあれはあるから。まあまあ一応かけてみようか。はい、友達か。もしもし。今年もね、やってんだよ、お年玉企画、チョコラビで。キスの先輩、誰ですか？もしもし。うん、おはよう。どうする？今
今無理？一応お年玉企画やってってまたいらないか。欲しい。うん。どうする？どうしたい？寝るわ。ああ、お前かける人全然寝てるじゃん。もうしゃあないな、これね。じゃあ次どっち行きます？桜。いや、桜でいいんだよ。あ、じゃあ無理行こうか。桜の友達多いからな。すぎだろ。どうしようかな。この社交性とコミュ力を発揮して。いいですか？はい。俺のじゃあ、しもべり書きます。しもべりと。どうせ力とかだろ？いつも通りだよ。どうせあるわ。はい。合ってんじゃん。いける？合ってんじゃん。いける？僕から話早い。はい。おい、来い。オッケー、オッケー。本当に来るでしょ。こんな高圧的なやついる。関係性いいですか？はい。一人まず優勢。こいつは唯一俺が入院した時に連絡くれたあのユア友です。はい。二人が目が院長。ユアンドの。ユアンドの院長来るわけは忙しいんだから。はい。三人目がいやこれちょっと一番来そうだなっていう人なんだけど。あのカモメさん。おお。ああ。会いたい。多分そう音声のみで来てくれるんじゃないかなっていう。四人目がまあ、ランマ。はい。ランマいいよ。ハーゲストの。おお。うん。まあまあとりあえず優勢からかけました。優勢いらねえ。優勢いらない。優勢と岩本さんちょっと。仕事系はいきなりかけてもらって平気ですって言ってる。仕事なんでしょ。仕事やねこれは。あお疲れ様です。あごめんなさい。あ、すみません、ちょっと声ちっちゃくて、カモメさん。カモメよ。はい、今、お年玉企画やってて。お年玉やったー。話しかけないの。本物だ。今から？そうです、その場で。行きますか？頭がおかしい。そう、チョコラビの他のメンバーとあんま会ったことがないから。はい。会ってみたいなって気持ちもあるし。はい。行ってみようかな、じゃあ。もちろん、いいです。おー、イオナさん、ニキくん、A 型くん、カモメさん、カモメさん、よし、では待ちましょう。はい。はい。おお、誰だ？どうも。やばいって、やばいって。これでいた。こんな人初めて見た。リオナくんどっちですか？僕こっちです。ああ。まだ分かんない。ニキリオナ。ニキリオナくん。はい。はい、ということでニキくんとリオナくん来てください。罰ゲームです。交通費ももらえない、何もしてもらえない、待機されます。え？ただけ取ってるんですよ。マジそう。え、受けますチャレンジ。いや、もちろん。いや、これ別に入るとかあるの。待って、待って、入ります。やったでしょ。やばいって。見て、お前どれかが、あ、どれかが、俺もわかんないから。もう、あれもう一回で勝っていっちゃう。一回で勝っていこう。これ、あー、上げてもらって。なんか待って、上げてください。これだけする。聞いていただきましょう。うわ、さん、一つは罰ゲームです。確かに、名前乗らない、テロップも出ない。あ、モザイク、モザイク、モザイク、最悪や。それでは聞いていただきましょう。どうぞ。3枚いけ、マジで。いや、じゃあ一番豪華そうな。え、あ、やって、あ、やって、まあ、いっちゃえ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 。お金でしょ。待って、え、何これ。罰。一番でかいの引くと思ったよ。それはとりあえず再キック、それか。うわ、やばそう。入ってます。入ってる。ごめんな。いきます。いや、でも痛いっすね。マジになるって。お、誕生日だったよね。お、まさか、まさか、まさか、ダメちゃう。1個はこれ、1個はプレゼント。あ、なるほど。はい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 。2回引いていいよ。もう2個引いてください。ポンポン。いや、じゃあもうこことかで。おー、3万来い。おお、一個だ。待って、4万ある、4万。はい、5万円。5万円。1万5000円。2回引くのか。やってます、お前。2回引かせてる。おー、いい感じ。せーの。おお、うわー、これも最初で負ける。お前、何やろ。それは一番やろ。じゃあ、何来い。罰ゲーム。
何も入ってない？あれ？何も入ってないわ。バスケー！リング！いやこれはもう取り返しかないだけ。行きます。ごめん。ああ！たまに当たったな。やばい。ごめんもらってるよ。ごめん。やばい。ごめん。ごめん。ごめん。やばおめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、とりあえずもう終わったんで、はい、帰りください。帰るんですよ。6番逃げ締めて帰るんですよ。そうよ。来た来た来た。お邪魔します。はい、どうぞ。映画だけで来てもらいました。はい。明日も巻き上げようという企画で。巻き上げよう。今回の企画はですね、お年玉をあげよう。わー。うえはい、一番端っこのちっちゃいの言っていいですか、はい、ああ、あえてね、取って中身水に立つ上だけ音が厚みで上がっちゃうから、はい、上でもガッいいよさあおいえっえっいいじゃんおーちょっと待って、ニキ君の誕生日いつ11月の19俺のゲロ君は12月20何号だったオッケー行こうかはい、もう一回ちょっと大きいの引かせていただきますはいはい、いいよいただきますあどうなんだ見てくれなんだ見てくれうわぁマイキックいっぱい走るよよかったね、さくらのタイキックでいや、本当によかったはい、行きますはいうわぁでも普通に痛いなということで、じゃあ、さよならありがとうございました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 あ、来ました来ましたはじめまして初めまして。初めまして。すごいカモメさんに来ていただきました。カモメです。本当にお願いします。ちょっとカモメさんにプレゼントということで、はい。お年玉僕がね用意させていただきました。おーやったー。あでも一つだけ5万円です。マジ？で残り4つ罰ゲーム、うん。何も入ってないやつもあるんですよ。それは継続で継続で5万円が罰ゲームだから終わり引いちゃったら終わりだ終わり性格読んだ方がいいですよ一番左ちょっと上に上げて引かせに来てんだよ気持ち悪いなと思ってそれを一個右これですかこれが何もないおー左からね1、2、3、4白で攻めた方がいいかな一番右でやった引かせたがってる気がすんだよ見ないでこれでもまだ分厚くのえもう一度引きますおぉサイキックもなしなし33本になるあ、だから、ま、お前が負けたらお前負けたらちょっと負けちゃうもうやらない最初はグー、じゃんけん、チョキおきたー俺が蹴られるか、もう一回引くかの2択ですじゃあ蹴ります引いた方がいいよ本当に困るんすよおぉ行きますこの奥さんあぁーこっちよこっちは、本当にやばかったかわいそすぎるやりますか、前だけチャンスいや、やから、やがお前が残り見るもらえ、もらっ切り返してみでも、耐久引いたもん耐久変わるよ何番目からね、上からおー、いいよどうなる3、3、3、3俺も3だったダメいきます、これが3です本当にガチいきます絶対外れや絶対外れや絶対外れやうわっ本気でやるよ行きますって言ってから言ってるいきますカニちゃん、気にならないように逃げてるみたいなはい、ということでおめでとうございますはい、ということでさよならありがとうございましたはい、ということで以上、とちるま私終わりましたはい、まあでも無事ね僕らもね、今年まだ繋がってくれてる活動してくれて友達少ないんでね今年も仲良くしてくださいお願いします皆さん概要欄にね今回登場してくださった方たちのチャンネルだったり Twitter だったりねいろいろ SNS の情報持ってるんでそちらの方チェックしてくださいよろしくお願いしますありがとうございましたせーのチャンネル教えてね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 もう子供はできません最高にちょこっと制覇して